さあ、和樹さん、対戦の方お願いいたします。また抜けよ、こう。わだちステロで、未来丼は確定。ミミッケだな、なんか積んできそうだしね。なんかどこかで、こっちやべえ、もう倒せねえって状況になりそうな気がする。さあ、カビゴン。絶対これもうボディプレイか自信でしょ、これ。もう。で、持ち物が何？フィラノミとか。けど、原大悟、カビゴンはいないと思う。直帰か。直帰っぽいな。まあ、これはとりあえず、相手が地震でもポジプレでも多分一回ぐらい耐えるんで、まあ、安倍の敵から入るか、これは。あ、けど、ステロ前でもいいけどな。まあ、ステロ後でいいや、別に。一応タイプ1自身はある程度耐えるように調整。お、待って、はっ、あー、ゾノアークね。あ、ゾノアークね、ビビったー。何こいつと思ってきた。あ、ゾノアークってことは、もうこれで、ゾノアークカビゴンでしょ。恨み、つらみ、これ耐える。これはでかいっすね。さあ、これは、はたきが安牌っすね。はたきで入るか。いや、これはでかい。そのワーク、カビゴン、ヌギア。おそらく、今、ヌギア出してきて、積むとかすんのかな。あ、ヒマジンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今シーズンこれなんで、もうこれでね、とにかく潜れた話です。はい。月始めはね、いろんなパーティー使って練習しようって感じなんですけど、とりあえず、あとはこのパーティーのね、弱点とか見つかったら修正してみたいな感じですね。なので、パオジアンが包みに変わったみたいな感じで。まあ、今のところ、この6体だとね、きついポケモンがいないんで、うん、とりあえずこのまますけど。まあ、そのうち多分出てくるんじゃないですか。これきついな、みたいな。マスカイでちょっときついですけど。そんなにマスカーネ自体いないから、変えなくていいと思う。さあ、ガムシャで落ちたかったけど。とりあえず、多分食べ残しだと思う。オッケー。食べ残し、瞑想、これもう、わだち切っていいんだよな。ミミック連れてきてもね。ミミッキーのレッドカードがあるんで、これもう何やってもどうでもいいんで、とりあえず、ステロ前行って、ガムシャ出してっす。で、相手も多分、打点が、相手の打点が、エアロブラスト、サイコノイズ、自己再生、うん、多分攻撃技は2つだと思う。で、自己再生、瞑想とかじゃない。まあ、サイコノイズないかもしれないけど。まあ、とりあえずこれはガムシャラだね。ガムシャラで入って。さあ、何来る？あ、オッケー。殴ってくれ。これ、でかい。待って、これ、未来ドンから出していいんじゃん。未来ドン、相手のルギアはもう、引いたら負けちゃうんで、引けないんですよ。まあ、引いてもいいけど。なので、多分、相手はテラスタルを切るっていう選択肢しか取れないんですよ。ステロで、死んじゃうんで。なので、まあ、とりあえず、いや、地面、待って、ルギアの地面テラスっているのかな？いや、全然、いや、氷が一貫してる。いや、多分フェアリーとかだと思うから、いや、パラバオと。オッケー。これはでかい。ランクマやってると、友達と対戦するとき、友達が変なの使ってくるから、パーティーが噛み合わん。それは、ある。いきなりね、わけわかんないで来るとね、俺も戦えないっすね。さあ、カビゴンが来た。カビゴン、待って、カビゴンって素早さ早いのかな？俺のミミッキュが、最地なんで、海竜とかより遅くなってるんですよ。で、これ、カビゴンよりもし遅くないのであれば、今交代し、余裕だな、余裕だわ。これ交代して、呪い入れよう。とりあえず。あー、どうだ？何来る？地震とかか？あー、テラスタルか。でかいっすね、これは。さあ、どうだ？あ、けどこれでエレキフィードのターンが、削られるのちょっとキモい。うわ、草か。でかいっすね、これは。そう。原太鼓とかかな？
待って、あぶねえ、あぶねえ、こぶだこいつ。あ、自腹ね、あ、こういう戦い方だったらこれはいけるわ。もっと害悪系なのかなと思ったんで、とりあえず呪い入れてっすね。呪い入れて、ヘビーボンバー、これはまあもうどうでもよくって、で次氷テラバ撃ってっす。飛ばないかな、どうだろう。あけ飛ぶか。あいけなんか相手直帰臭いんだよな。まあ、ジオネが当たんなきゃ勝ちだわ。えけまさすがに相手一回当ててるんで大丈夫だと思うんですけど。まあ、そこはもう運なんでね。この後のやつ超えていきます。え、今日弾あれば飛ぶかな、カビゴンぐらい。HP 高いな。HP160 の特防が110。直帰あればちょっときついか。直帰っぽいけどな。どうだ、え、飛ぶかな。いや、飛べばいいけど。さあ、頼む。マジで頼む。頼む。飛ばしてくれ、お前。頼むよ。頼むよ。よーいしょ、ほっと、ほっ、待って、ほっ。いやいや、ほっ、あれ待って、え、これでも飛ぶよね。待って、さっき削れなさすぎてこれでさ、飛ぶかちょっと不安になってきたんだけど。頼む。あ、オッケー、よーしよし、あぶねえ、あぶねえ。え、ま、こいつ化け物かよ、やべえな。あー、そっか。あ、熱い脂肪か。あー、そういうことか。だから氷技が半減か。で、当倍だって話か。ああ、そういうことね。ああ、よかったよかった。ありがとうございます。確かに確かに。そうだね。